みなさんこんにちは、ゆきです。りみです。もうすぐで新学期ですね。皆さん、そんなあなたに私たちが中学生に必要なもの、必需品などを紹介したいと思います。身だしなみだったりだとか、悩みとかね、なんかこんなこと中学生と小学校とは違うよとか、うん、悩んだこととか、なんか困ったことあった？中学入ってすぐ制服がすごくめんどくさかった。制服の学校？制服の学校、リーの制服。ああよね。あ、まず着替えるのにまず時間がかかるから、うん、朝の準備めっちゃ大変だよね。小学校の時は、うん、校則とかあんまないから、うん、もうそのまま下ろしたまんまとかで言ってたけど、まとめ図使い始めたりとか、なんかアホ毛気にしたり、遅れ毛ちょっと作ってみたり、前髪整えたりとか、うん、大変だったかも。知ってる人一人しかいなかったクラスで、学年でも一人だって。受験か。同じ塾、そうそう、同じ塾の子一人しかいなくて、うん、もうだから本当最初は、あ、みたいな。先輩ができた。先輩後輩結構難しいかも。友達とかは結構タメ口で話してたら、あの先生に怒られたとか。そういうのとか結構あったりだとか、ね、ちょっと些細なことはちょっと変化があるなって思う、うん、中学校で必要ななんていうの、ものとかはある？これいつも持ってて、もうこの中にはハンドクリームだったり、うん、今の時期必要な消毒のアルコールジェル、うん、練り香水。なんか私のケアポーチ、日焼け止め、ノブの UVC と、あれか、スキンケアの効くときの時ね。そう、冬はしっかり保湿重視だよね。そう、保湿重視だったりだとかする、うん、ハンドジェルだったりだとか、リップ、モイチーの洋服用リップエッセンス、めっちゃ保湿されるからこれを使ってますね。いいだけ。女子力高くないですか？でもこれはあの暇な時に、ふーっと見せて、あとこれは必要だなって思うのが、ピンとかゴムセット。これ必要、本当に必要。なんか途中からツインテールにしたり、途中からポニーにしたりだとかするので、本当にこれは大事。これは2年生になる直前ぐらいかなに見つけたんだけど、コロコロ、すごい。制服のね、ホコリとかがそうそう作っちゃうから、これめっちゃおすすめ。見た目はピンクで可愛いかな。キッキー、どこでも探してみてください皆さん。あとティッシュです、これ。あー、大事大事。私は替えのティッシュを入れてます。友達が何かあった時とかにも助けられたり、あと絆創膏入れたりしてもいいと思います。ハンカチ、ハンカチ、私今日持ってこなかった。いつも制服のポッケに入れてるから。ポッケの中身も持ってきた。あ、同じ、持ってる、持ってる、持ってる。これルキが持ってる。あれ、そうか、アンだからルキ。そう、ファンの子にもらったんですよ、これ。あと先生が教科ごとに違うの大きくない？あ、それ。犬の先生と仲良くなる。うん、今も教科ごとに違うから、いろんなところに行かなくちゃいけない。あ、この、これ提出しなくちゃ。回ってさ、その5分前ぐらいにさ移動したりとかさしなきゃいけないからさ、理科室とか、音楽室とか、あと技術室とか美術室があるし、だから私、ね、中学校で迷ったことある。え、入学当初リミも迷った。教室番号か、例えば305とか言われても、どこから始まるの、どこが1みたいな。そうなるよね。次は文房具を紹介します。そうね、文房具、中学生になったらこれ必須よっていうのをね紹介したい。まずじゃん、持ってるんだけど、持ってるのに、なんで持ってんの、ね、これ全然揃えたわけじゃない。この人とすごく気が合うんです。私線&メモ帳、いろいろドラーって書いてあるやつ。私のテストのね、点数とかに書かれてるそのまんまなので、リアルに使っているものなのでね、そのお見せはできないんですけど、中学生になってくると何ページを何日までやっといてくださいみたいな感じだから。でもなんかさ、小学校の漢字ドリルとかめっちゃ懐かしい。いや、わかる。なんか毎日4文字とかじゃないんだよ。何月何日何曜日までに、そうだ、ね、っていう感じだから。明日じゃないかも。これなら見せられるかな。あとは来週の火曜日の朝テストの勉強してきてねとか、なんか何ページか何ページ範囲だから。こういう感じで国語のワーク、ここのページ終わらせないといけないっていうのをこうやってメモするとき用に、大きい方がいい。うん、持ち物もあるしね。メモ帳は多分工作ないから個性出していいと思う、うん、好きなもので。いい、小学生の時あんまり持ってなかったと思う。修正期ボールペンをやっぱ使うことが多いので、うん、
私はこのフリクションボールスリムっていうなんかこの透明のが好きで、この黒のやつにオレンジを入れて入れ替えられるんですけど、あとはマーカーペンは絶対必要です、うん、あ、マイルドライナーです。いや大好き、同じく。あとお気に入りサラサ、結構使ってる人多いサラサは本当に、うん、おすすめなのが無印の、わかる、みんな使ってるこれ、ボールペン。これね、なんとお値段90円でございます。もうね、お安すぎても、安い、待って、すごいの、ね、よ。私は最近グレーを使い始めて。君もグレー持ってる。わかる？あんまり重要ではないけど、ちょっとメモりたいって時に使ったりします。あと私はあのさっきのサラサの黒ボールペンで書いて囲ってなんか大事な公式とか数学の公式とかやったりしてます。グレーはね、絶対持ってた方がいい。絶対蛍光ペンを持ってた方がいい、本当に。特に黄色とピンクはね、絶対持っといた方がいい。あ、リムもオレンジとピンクにしてる。こんな感じで2色ついてるんやね。そう、授業中とかにもここをマーカー線で引いてくださいって、うん、言われる。急に言われるからびっくりしない。そうそうそう、ちゃんと用意しておいてね。絶対用意した方がいい。なんか最低でも2色あった方が便利だと思います。あ、あとお気に入りっていうかハサミとのり、うん、なんかプリントとかノートに貼ったりするから持っといた方がいいかも。かわいい、ワニワニかわいい。あと必要だなって思うのは単語帳。あ、でも私単語帳実はあんまり使ってなくて、まあ、でも私以外の人はめちゃくちゃ使ってます朝テストの日の当日の朝もみんなこうやってやって、うんうん、結構なんか本当にやってる、本当にやってる、私以外の人。ああ、私やってないから行きましょう。私単語帳つながりでいいですか、一つ、うん、私は私中高一貫に通ってるんですけど、うん、大学受験するためになんか英検の準2級か2級を持ってるといいみたいな感じで英検の単語帳をみんな持ってます。なんか学校で買ったりする。この前これロケバスに置き忘れたでしょ。うん。私これ持ってったよね。ありがとう。この間多分忘れてたね。忘れてました。はい、私が絶対に必要だなというかお気に入りというか下敷きです。な。かわいい。リラックマ。まー。でやった方がいい。下敷き持つ派と持たない派いるじゃん。え、全員持つ派でしょ。え、持たない人いるんよ。え、いるの。だけど私はもうちゃんと書きたいのでこれです。私下敷き3つ持ってた。なんで筆箱3つとかさ、下敷き3つとか。あ、ぶっちゃんのさ下敷き紹介して。これ売り物じゃないですよ。クリアのやつにルキが書いたんです。怖いよね。マーカーペンで書いてる。でもこれね、サイズ間違えてちょっと見せて。サイズ間違えてる。なんでさ、そのさ、一歩一歩違うんだよね。ちなみに、このね、大きな下敷きはセリアで。プチプラ。プチプラ女子。結構、中学生ってなると友達関係とかお話とかそういう関係が悩んでくるんじゃないかなっていうのが一番かな。やっぱ勉強もすごく悩んだりするけど、やっぱり大人になっていくたび、人間関係大変大変。入学当初が一番悩んだかも。なんかやっぱり私はその受験っていうこともあって、うん、知ってる子一人もそんな仲良かったわけじゃないし、うん、なんかその塾のクラスも違ったからその話出さなくて、うん、中学1年生の時はまるまる1年間多分ずっと休み時間とか一緒に座ってた。読書したり勉強したりとか、一人多くて3人とかだったかも。うん、私の場合は女の子みんなと仲良くなろうと思って、なんか昼休み中とか他のなんかグループの子に話しかけたりしてぴょこぴょこする感じ。そうそう、いろんなところに。意味はある程度決まってるかも。なんか1年生の時やっと仲良くなれた子がいて、その子もなんかあのその私の学校は成績ので分けられてて、1クラスとその他みたいな感じなんですけど成績が、なんか私のメンバーはそんな変わんなかったので1年から2年は、だからより仲良くなりやすかったし、どんどん深くなりました。その子と2人でいることもあるし3人とか、なんか最初どうやって仲良くなるのかっていうのがやっぱみんなの悩みだと思うんですけど、やっぱり声をかけるのが一番大事。嫌われるとかの問題じゃないよ。嫌う人いないから。確かに声をかけられて嫌う人はね、もうその子ダメ。そんな女の子いません。だからもう積極的に何でもいいの。そう、最近何ハマってるとか、私は、うん、
あの名前順だったので今もその子と仲いいけど、私の1個後ろの子と仲いいです。だから名前順でもいつも今になっても1個後ろだし、ずっと隣、席重要だよね。重要、近くの人にまず声をかけようっていう、一緒に帰ろうって私は言いました。一緒に帰ろうって言って、その子の仲いい、この子も誘っていいって言って、もうなんか一時期7人ぐらいで帰ってて、最初ちょっと大群で帰るよね。だんだんね、3人とか2人とかになってて、いろんな組み合わせできたりとかもするしね。私バカの特権かもしれないんだけど、もうね、友達に聞く、え、これ全然わからないんだけどって、もう後ろだったら、え、まるまるちゃんこれわかる？ほんと些細な話でもいいの、些細な話でもいいけど、いろんな人に声をかけた方がいい。あと私の場合は、なんか学校早退したり、撮影で行けなかった時とか、あとオーディションとかで行けなかった時とかは、ノート見してとか、かな、うん、明日の時間割を教えてとか、うん、なんかそれ LINE で聞くのもいいけど、直接聞くのがやっぱ最初は一番いいかも。仲良くなってきたら LINE でいいかもしれない。あと先生の話題はめっちゃ盛り上がるよね。あ、やっぱ教科ごと違うから、担任の先生って一人だから、ちょっと、うん、なんだろう、いろんな面が見れないかもしれないけど、いろんな先生が来るから、もうこの授業は面白いぞみたいな、なんか先生のモノマネとかしたり、口癖数えたりとかしてそれで怒られたりとか。あとたくさん笑う、これ一番大事、本当に大事。なんかね、無でいるとやっぱりね、あ、この子気難しい子なのかなとか、あ、ちょっとそうだね、笑顔になると話しかけられやすいかも。そう、何でもいいから笑おう、大事。あと素でいることも大事、心開いたら相手も開いてくれると思う、そう、一番大事。ということで、いろいろ雑談をしたのですが、いやね、皆さん参考になったでしょうかね。でも私たちも中学生最後の学年ということで、え、だってこの間入学した、本当にそれ、本当にこの間入学した、本当に新しく中学生に入る方、この動画をね、参考にしていろいろ準備していただいたりだとか、楽しみにしていただけたらなと。本当楽しいから、中学校、はい、たくさん友達作っていきましょう。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。私の学校ではこんなことだよ、こんなことが私のこだわりだよとかあったら、ぜひぜひコメントで待ってます。あとなんか学校の面白い事件とか面白い友達とかいたら書いてください。それではバイバーイ。新学期楽しんでね、楽しんでね。